モテギ駅は、栃木県羽賀郡モテギ町大技モテギにある、猛火鉄道猛火線の駅である。猛火線の終点であり、SL 猛火の終点でもある。栃木県の最東端の駅、短式ホーム一面一線を有する。地上駅で、有人駅。窓口の営業時間は、平日の7時10分、10時30分、14時50分、18時10分。 土日祭日は8時30分17時10分。自動券売機1台あり。校内には蒸気機関車用の電動式転車台がある。以前は展開時に警報装置により乙女の祈りの音楽が流れていたが、2018年4月に廃止された。転車台設置以前にはその位置に側線が数本あった。夜間大白も設定されている。 近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り。モテギ駅からはさらに、改正鉄道不設法の別表三38号として、茨城県水戸より、あの沢を経て東の付近に、イタリール鉄道及びあの沢より、分岐して栃木県モテギに、イタリール鉄道が計画されていた。このうち、モテギ駅、長倉宿駅間は、 国鉄長倉線として1937年に着工し、河合村まで路盤は完工したが、太平洋戦争勃発のため工事は中断され、開業しなかった。このため、猛火線の線路集団の先には、計画線の用地や路盤が現在も多く残っている。また、水戸寄りでは、茨城交通茨城線が開業したが、後に廃止。これらの区間をカバーする。 国鉄バスの鉄道線交路線として、スイート東線、スイート西線も運行されたが、1990年代までに廃止されている。駅前にも展義バス停留所があり、JR バス関東が乗り入れハ賀ガ町、宇都宮市方面への連絡を担っている。ありがとうございます。